福島県福島市の地名。または、旧市の部分、渡り村の範囲を指す、地域名である。福島市役所渡り支所管轄の小倉寺、南向台渡りの、計算地区を指す。福島市都心部から阿武熊川を挟んだ、高等エリア一体の地域であり、複数のバイパス道路が整備され、主に住宅地として発展している地域である。渡りと南向台は、 共に渡り村に属している。渡り村のうち国道114号以西の高台部分を南向かい台に独立し町名変更を実施。小倉寺は小倉寺村の流れを組んでおり、後に渡り村として九州合併を行ったため、現在渡り地域の一地区として扱われている。かつて旧道路法で定められた渡り村道路原表が役場前に立っていたが、 長らく所在が不明となった。ところが近年、福島県道308号山口渡り線の道路工事を行った際に、途中から発見され、現在の位置に置かれた。現在は、福島市渡りが習センターの近辺の福島県道308号山口渡り線沿いにある、欧州街道整備以前、古代に東山道沿いの村々であった。 福島城外堀の役割を担っていた阿武熊川に面している。そのため水運の要所として、福島城下と渡り館では、天神の渡しなどの渡し船で東西の往来が頻繁に行われた。渡りは、福島県福島市の地名で、渡り市諸所館にあたる渡り地域内である。福島市中心市街地とは、阿武熊川を隔てている。 範囲は川に沿って広域に渡っており、国道114号を南下すると立つ小山に至る。一部は住宅地として利用され、県営、市営住宅が立ち、山際には団地も立ち並ぶ。福島に、桃源郷ありとも歌われる花見山公園をはじめ、弁天山や茶屋沼といった高台に立地する自然公園がある。阿武隈川旅立区水辺空間は、 土木学会デザイン賞2004優秀賞受賞。渡りはおおむね旧、忍ぶ渡り村の区域を指す。1947年に、福島市に編入合併された。第二次世界大戦時、福島市で唯一爆弾の投下があった。渡り浄水場から取水された、水道水が最後まで残った地区だったが、2007年3月19日に、 すり上川系統に切り替えられた。ただし、下水道は、中心市街地を除くと比較的早期に整備された区域である。2017年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。